か千匹の岩っていうのがこの、まあ、徳島県っていうのは古事記の舞台っていう岩でおこともあって、ほんでこの勝浦の方、勝浦っていうとこからこっちの木沢の方に逃げてくるときに、イザナミの御事がイザナギの御事を、で奥さんが旦那さんを追いかけてきて、ほんでいっぱいのこの黄泉の国の霊を引き連れて、あのイザナミ奥さんの方が追いかけてきよう、必死に旦那イザナギの御事の方が逃げおったんやけど、これはいかんって言って千人が引くような岩を持ってきて塞いだっていうんで千匹の岩だそうです。あれかな、ごつごつとした岩があります。おかしいな、なんかダムがあるはずだったんやけどな。ダムというか湖というか、結構この水がブルーで綺麗とこう紹介したかったんやけど、まあこの道通った時ないんで、ドライブだったら行ってみよう。あの、あいおいから、あいおいって言ってもわからんな、まあ、ちょっと山越えをして、まあ、上勝っていうところの方に来ました。で、帰り、この山越えして降りてきよう途中で、トドロキの滝、徳島県って結構トドロキの滝がよくあるんやけど、まあ、トドロキの滝っていうの、今回初めて行く滝やけん、ちょっと行ってみたいと思います。近くにある天候もいいよ。もうすでに寒い。ちょっとほな、ここ行ってみる。ここがバーだそうです。けどやっぱりぬくいんですか。まあ薪ストーブを入れてもらえたら そこそこ。薪は自分で炊く。そうですね。ここのソファを投げて投げて入れたら最大どっちがある。ここは本当は一針なんぼりなくて一人なんぼ。ここは最低3メーター。バーベキューができたり、奥の方に町の、町の
オーブンと巻き込んでいいな、ちょっとカウンターにもなってほしい。でここも薪のボイラーが向こうにあって、うん、やり方はお教えするんで、薪を自分たちで、はい、薪の僕を自分たちで渡して、こんなお風呂開放感が半端ない。あ、夜の時代ライトアップって書いてあるし、ライトアップというか、あそこのバーの周りだけちょっと照明してますけど、基本は真っ暗ですね。これでもあそこにちょっと照明がつくだけで全然いいね。これはちょっと体験したいな。ちょっと温まるのを見て、一回温まったらなかなか、そうですね、一回温まったらそこそこ、薪とか自分が多少の薪割りは。いやー面白い。だそうです。なんか昔その大木に覆われとって、このようなここに台座が出ようとして